さて北澤さん、最後は PK 戦での決着となったわけですが、いかがですか？はい、最後は PK になりましたけどもね。リオとしては PK もそうですけども、そこまでがね、やはり思い通りに動けてましたから、そういった姿勢も評価できますよね。そうですね。それでは今日の試合内容をここで振り返ってみましょうか。後半14分、リオン、ここで勝ち越しとなるゴールを決めています。そして後半43分、オンゴールで得点が動きました。そうなんですよね。まあ選手に対しては今後プレーに影響を出さないためにも、あまり引きずらないでほしいですね。本日の試合はリオン勝利をものにしました。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。画面のハイライトシーンをお届けしながらのお別れです。皆さん、またお会いしましょう。